新城幸也、新城幸也、荒城幸也、1984年9月22日体は、沖縄県石垣市との城出身のサイクルロードレース選手、バーレーンメリダ所属、沖縄県立八重山高等学校卒業。2009年7月には、別府市これと共に、日本選手として13年ぶりにツールドフ,フランスに出場し、日本人で、 初めて近代ツールドフランスを完走した選手の一人となった。さらに2010年のジロでイタリアを完走し、ツールドフランスとジロでイタリアの二大グランツールを初めて完走した日本人ライダーとなった。2012年のツールドフランスでは第4ステージにおいて関東賞を獲得。日本人で初めてグランツールの表彰台に上がった選手となった。 小学校5年生の時に初めてロードバイクに乗ったが中学2年でハンドボールに出会いハンドボール中心の生活を送り自転車に乗るのはトライアスロンの時だけだったという高校3年夏でハンドボール部を引退した後父の知り合いのロードレース選手福島慎一がツアーオブジャパン宇都宮ステージで優勝した際のビデオテープを見て自転車競技の道をす 福島に才能を見込まれ、高校卒業後に本格的に自転車競技へ転校。福島が航空券の費用を出しとふつ、フランスへ自転車留学した後、アンカーエースポワールに所属。2006年はチームブリジストンアンカーに所属していた福島らと共に新しく発足した日本初の独立チームであるチームバンサイクリングに遺跡ツールデュリムザン、 ツアージュリムーザーンで総合3位を獲得。そして U-23 部門での日本選手権で逃げ切りを決め優勝。2007年からはチーム版の活動停止を受け、ほぼ同メンバーにより結成された新チームエキップアサダ、2007年イコール、ニッポコーポレーション、梅タンホンポ、エキップアサダ、2008年イコール梅タンホンポ、GDR に所属する。 この年、土砂降りとノームで大混乱となった日本選手権で優勝する。2008年にはツールデュリーム山で自身2度目の総合3位と区間優勝を獲得。イタリアのバレーゼで開催された2008年度度世界選手権大会に日本代表として出場するも感想選手中最再位の77位。大きなレースで上位入着を重ねた実力が認められ、 2008年12月からは UCI プロチームであるビバックス・ブイグ・テレコムと1年間の契約を結びプロツアー選手となった。2009年ツールド・フランスへの出場が決定。日本人の出場は1996年大会の今中大輔に続いて戦後二人目となる。2009年6月25日芸能プロダクションのホリプロとマネージメント契約を 結んだ。2009年のツールドフランスでは、完走よりもステージ優勝を狙う。ステージ優勝できたら次の日にリタイアしてもいいと公言し、第2ステージでのゴールスプリントで5着に入る活を見せた。チームにはパンチャーとして登録されていたが、この結果により、チーム側からスプリンター扱いを受け、レース中自らアタックすることを禁じられてしまう。また、 第6ステージで、落ち書した影響で一時調子を落としたこともあり、その後は活躍する場面が見られなかったが、最終的に無事3週間のレースを終え完走を果たした。別チームで出場していたベップ氏、別府市これも無事完走し、外戦門をバックに2人が肩を組む写真が、自転車専門誌の表紙を飾った。同年9月の世界選手権では、序盤から逃げ集団に加わって、 全19週のうち残り4週まで逃げ続けるという活躍を見せたレースそのものは未完走。2010年シーズンは新城にとって大きく飛躍を遂げる年となった。2010年はシーズン序盤こそレース終盤での脱落が目立ったが、ジロでイタリアのメンバー入りを果たすと第5ステージで得意の大逃げを決めゴールスプリントで破れは走ったものの3位に入る。これは グランツールにおける日本人選手としては最高成績であり、2019年6月、現在、グランツールプロツアーで十分に戦えることを明かした。その後のステージでは、平時はスプリンターのウィリアム・ボネのアシストとしてチームに貢献、山岳ステージにおいても成長を見せ、悪天候かつ近年稀に見る難コースをクリアしていた。中でも山岳コースの 第17ステージでは再び逃げに乗り、終盤でメカニカルトラブルによる一時ストップを余儀なくされたものの、ステージ13位、翌第18ステージではボネを集団前方に引き上げる役割を果たしながら自らもスプリントに参戦し、ステージ13位を記録、最難関の山岳である、第二十ステージでも標高六百十八メートルのガビア、峠頂上トップからわずか五分遅れで、 到達するなどの活躍により、最終的に総合優勝のイワン・バッソから3時間22分21秒遅れ、91時間06分22秒の総合93位で完走した。先のジロでイタリアに引き続き2年連続でツールド、フランス出場を果たした。なお、同年にグランツールに大会出場を果たしたのは、日本人選手初の快挙である。役割としては、 トマ・ボクレールと二人で大逃げを狙うのがメインだが、逃げに失敗した場合には、セバスティアン・トゥルゴの発射台、もしくは単独でのスプリントと多数の任務を抱え、重要な選手となった。第十一ステージではゴール前スプリントに絡み、マイオベールの取るフースホフトをゴールライン手前で刺すなど、世界の並みいる競合スプリンターたちを相手に全く、引けを取ることな見事6位に入賞。 10月3日にオーストラリアのメルボルンで開催された世界選手権自転車競技大会エリート男子ロードレース部門にレップシコレと土キ幸ロと共に日本ナショナルチームで出場し優勝したノルウェーのトルフースホーフトと同タイムの9位でゴール近代自転車ロードレースにおける日本人過去最高成績を残した世界選手権から1週間後の10月10日 伝統のクラシックレース、パリツールに V グテレコムのエースとして出場し、ゴールスプリントに絡み5位入賞を果たす。2010年いっぱいで、現所属チームのメインスポンサーである V グテレコムが撤退したが、新スポンサーとして大手レンタカー会社のヨーロッパカーが加わることが決まり、新城もチームと2年間契約を延長した。6月30日、 ベルギーのリエージュで開幕したツールドフランスに唯一の日本人として出場。元日本チャンピオンであることなどから、ジャージの襟と袖口がオレンジで縁取られ、日の丸をつけたものが用意された。ゼッケンは22番。昨年総合4位のトマ・ボクレールや、マイオブランのピエール・ロランのアシストを務めるのが、主な役目だが状況に応じて、逃げやプリントにも加わった。第2ステージでは、 ゴールスプリントに加わりステージ15位。第3ステージで AS のボクレールが大きく遅れたことからチーム戦略が変更され、第4ステージではスタートの旗が振られると同時にアタックをかけた。地元ノルマンディ地方出身のアントニー・ドゥラプラスとダビ・モンクティエの2選手と3人での逃げ集団を形成。メイン集団とのタイム差は1時8分前後となり、3人の 中で総合トップだった新白は日本人で初めて暫定マイオジョーヌとなる。さらに他の二人に三角ポイントを譲る代わりに日本人で初めて中間スプリントポイントをトップ通した。残り 8km 地点でメイン集団に吸収されたが逃げのアタックを決めたことと積極的にレースを進めたことなどが評価され2009年最終ステージの別府市これに続きツールし、 上日本人一目となる関東賞を獲得。また、日本人で初めて表彰台に上がり、翌第5ステージは赤ゼッケンをつけ出走した。このほか後半ステージでも何度も逃げ集団でレースを進めるなど、積極的にレースを進めた。第16ステージの逃げでは、レース序盤の長久山岳オービスク峠で山頂直前まで先頭を引き、 エースボクレールをアシストし自らも3位通過を果たした。最終総合成績は、日本人初の2桁順位となる2時間29分13秒遅れの84位、ポイント賞33位、三学賞25位、第4ステージ関東賞、アシストとして、チームのステージ3賞、関東賞4回、ボクレールの三学賞、ロランの総合8位に大きく貢献した。 6月23日、大分県で行われた、全日本自転車競技選手権大会にて2007年、以来6年ぶりの優勝を果たす。8月23日、ツールデュリムザン総合に、このレースの模様は後日毎日放送の、情熱大陸にて放送された。10月、ヨーロッパカート2015年末までの契約を更新した。自身4度目のツールドフランスは、 前日の全日本自転車競技選手権大会の優勝により日本人選手初のナショナルチャンピオンジャージでの出場となった。第2ステージではゴールスプリントに加わり12位。第5ステージでは逃げ集団に加わり一時暫定。前を上手になったが残り9トルで後続に吸収された。第12ステージで落ち者に巻き込まれ、左手に怪我を負ったが、 リタイアすることなく、最終ステージまで完走した。総合成績は99位。4月20日、アムステルゴールドレースにて、アルゲンヌクラシック日本人選手史上最高位となる10位に入る。ジロでイタリアに2回目の出場。3度の落ち者を乗り越えて、総合成績128位で完走を果たした。ツールドフランスに3年連続5回目の出場。 過去最高の総合成績65位で完走を果たした。4月26日、リエージュ・バストーニュ・リエージュにて、ゴール前、約 42km の地点で落ち車し、リタイア、左肩甲骨先端の陥没骨折と、左肋骨上部の骨折を負った。ウエルター・エスパーニャに初出場。総合成績65位で完走を果たし、日本人として初めて全、 フランツールを完走した選手となった。2015年10月15日、2016年シーズンにより、ランプレメリダへ移籍することが発表された。2月12日、ツアーオブカタールでのレース中に転倒し、左大体骨を骨折したが、5月29日に開幕したツアーオブジャパンでレースに復帰し、6月4日の第7ステージ、イズステージでステージ優勝を挙げた。 6度目の出場となったツールドフランスでは、第6ステージでヤンバルタと共に逃げに乗り、2012年以来4年ぶりの関東賞を獲得。最終的に総合116位で完走を果たした。バーレーンメリダ遺跡、日本ナショナルチームとしてツールド台湾に出場し、総合優勝、アジアンリーダー賞を獲得。本人も、 好きなのは逃げと常に語るほどの逃げが得意なライダー。きちんとローテーションすれば2012年ツール、第4ステージのように 200km 以上を実力で逃げ切るほどの巡行力を誇り、それに加え単独での逃げアタック能力、2009年世界戦、2010年、ジロ、ゴールスプリントでのスプリンター並みのパワー、2009年ツールを見せるなど、短距離でも、 鋭い足を誇る平地型のパンチャーと言える。そのため過去にはチーム内でエーススプリンターであるイリアム・ボネのアシストとして、ユキヤが発射台や動くオーダーが、他が逃げが許される状況では積極的なレースを見せていた。さらに近年は、ボクレールの山岳アシストを務めるなど、山岳区間でも無難な走りを見せていることから、中規模のステージレースでは、 エース角のポジションを任されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。